食道蒸脈瘤とは、主に食道粘膜下層の蒸脈が拡張、打行し、コブ状に隆起して、蒸脈瘤を形成したものを指す。食道粘膜下層の蒸脈の拡張により、肉眼的に粘膜が、コブ状に隆起しているのが認められる疾患である。門脈圧更新により本来であれば、門脈に流入する、はずの蒸脈血が、 側腹血行炉を流れるようになるために発生する。門脈圧更新をきたす疾患が原因となる。門脈圧が更新することで門脈に流入する、はずの血流が逆流し、胃の蒸脈を経由して、食道の蒸脈から上大蒸脈に流入するように、血行炉が形成される。その結果として食道に蒸脈流が発生する。稀ではあるが、 腸大静脈や非蒸脈の閉塞によって静脈瘤が形成されることもある。静脈瘤自体の症状は見られない。静脈瘤が破裂すると大量の吐血が起こり、出血量が多くなるとショックをきたす。また、黒色瓶が見られることもある。肝硬変が原因の場合、出血が止まりにくいので特に注意が必要となる。 門脈圧更新症の症状が見られる。同様に、側腹血行炉である腹壁の静脈瘤や直腸の静脈瘤である自覚を併発することもある。内視鏡で肉眼的に静脈瘤を確認する。検査で偶然発見されることも多い。治療は、静脈瘤出血の止血と静脈瘤自体の消失の大きく二つに分けられる。前者は、対症療法。 後者は、根治療法に当たるため、最終的な目標は、上脈瘤の消失となる。かつては、初回出血で約40%が死亡していたが、現在では、出血自体による死亡は激減し、むしろ肝予備脳などの肝臓の状態に左右される。ガルシア・トサ・オジー、エトール、マネージメント・オブ・ベリーシーズ・ビリシャル・ヘモリジーン、サロシス・エヌ・エンゲル。 J メット二千十マール四三百六十二、八百二十三から三十二。一打勝るほか、ベータシャダニアクの位置付け、心疾患以外の適用はないのか。カーディアック・プラクティス二千九二十、百八十九から百九十三。ありがとうございます。